お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、まあマルチをやっていこうと思うんですけど、まあバルーンですね。バルフリでは今日やっていくんですけど、まあアップデートの情報も解禁されたので、そのアップデートについていろいろまあ思うことだったり、まあ適当に、ね、話しつつ、まあマルチやっていこうかなと思いますんで、まあこのバルフリはシンプルに迫撃のメタですね。今迫撃が鬼多いんですけど、なんで迫撃とかそういうのに下方修正がなかったのかなと思うぐらい、まあ迫撃がバカ多いんですけど、まあなんでそのバカ多い迫撃をね、はい、メタったデッキですね。でもあれなんですよね、アウトロー型と、まあ、プリンス型の迫撃が今いるんですけど、アウトロー型は結構勝率本当に 100% レベルで勝てるんですけど、プリンス型だと逆に勝率悪いまで来ちゃいますね。プリンスの受けがちょいないんで、まあだからすごいウィザードとかをスケルトンとか縦線にするか、迷いっちゃ迷いなんですけど、まあ確実にねアウトロー型を潰すっていうので、潰す言い方良くないかもしれないですけど、まあ勝つために、まあ、ウィザードでやってますね。はい、というわけで、まあ66で、まあ言うて90位とかなんで、でトップがまあ69手前かな、はい、まだ行ってるんで、まあどうにか上がりたいですね。まあ最後の最後にこのデッキを使ってるかわかんないんですけど、まあ66までこれできたんでね、こちらで頑張りたいと思います。よいしょ。でですね、アップデがそうあって、まあ本当に、まあ、僕を弱体させるかのようなアップデが来まして、まあ言うほどなんですけど、ですね、とりあえずオープン置きますね。ですね、三重子が9コストになりました。三重子の9コストって普通にやばいっすよ。普通にやばい。三重子だって9コストじゃない、10コスト。何も考えてなかった。9から10コストになったんですけど、普通にやばい。だって、10コストで出すイコール、だって9コストで出すとかでも、やばい。ミスった。9コストで出すとかでも、9コストで出す瞬間って、ちょっとやっぱ、なんかな、なんていうんですかね。エリが溢れちゃうんすよ。わかりますかね、なんか。9手出そうとしてもユニット結局出す頃にはコストが 9.3 とか 9.4 とかに時にユニット出すことになっちゃうんですよね。だから30コスで出すってなったら10コスっすよ。10コスとかだったら普通にエリが溢れちゃうんですね。 10になってからユニット出るんで、なんていうんですかね、説明が下手すぎてもう吐きそう、マジで。10.34 コスの時に三重子が出ることになるから、まあ、エリは10以上たまんないんで、結局エリ漏れが発生するわけなんですよね。バトル中だとあれですね、鬼喋れないですねマジで。なんで普通に三重子10コスって言われてますけど、言ったらもう 10.5 コスみたいなことでありますし、まあ、かわいそうですね三重子使う人は。って言うて僕結構使ってたんで、鬼つらいんですけどね、マジで。マジで、なんだかんだすごいつらいんですよね。意外と三者愛用してたんで。で、まあ、三者は、ドンマイって形で、終わりますけど、それは。ドンマイとしか言いようがありますね。マジでドンマイです。で、あと何件。あと何がどうなったかすらも覚えてないまだな。とですね。何がどうなったんだっけあれ。待って、やばい、待って。ちょっと待って。焦るよ。焦るけど、これ、ハードカウンター、OK。ここでフリーズ使ってでも落とす。OK。ああ、ロリバー届かないけど、ビビタル優秀すぎ ?30 処理した。OK。しっかり一回防衛して、防衛して。頑張れ。OK。86。危ない。ふぅ。よし。全然何言ったかな、もう何喋ったかはそれは覚えてないです。ちょいとマルチ、この終盤だと、鬼集中しちゃうんで、何喋ってるかあんま分かんないかもしれないですけど、そこはどうにか理解してほしいです。で、ですね、何言ったっけ、どこまで言ったっけ、まあ、三子が、シンプルに10コスになって辛い。鬼辛い。なんだかんだ辛い。三重子を使う、めちゃくちゃ使うわけじゃないけど、ちょっと辛い。結構辛い。で、
あとはフリーズが1秒、1秒ってでかいんですよね。1秒、普通に 0.5 秒ぐらいでもいいんじゃねっていうぐらいだって、1秒緩和されたら誰も使わないでしょっていうぐらい、まあ今フリーズ流行ってるからしゃあないんですけど、でフリーズがオワコン化した件で僕も今フリーズしか使ってないぐらいまでありますから、三死にもフリーズ、 何もかもフリーズを僕は今使ってるんで、シンプルフリーズ化法はめちゃくちゃ痛いまであるんで、まあやばいですね。ほんと今使ってるデッキ全部使えなくなるみたいな感じになっちゃうとオワコンですね。ついに僕を潰しに運営さんは来ましたね。っていうわけじゃないですけど、偶然僕が使ってるものがっていうか、まあ環境よく使われてるものをただ僕が使われてるなんで、使われてるものを使ってるんで、まあ、それはしょうがないですけどね。はい。あとはまあ細かいところだけど、吹き矢が多分殴る速度、吹き矢はよくわかんないわ、なんかが解放された、殴る速度かな、わかんないけど、であとはムートが逆にあれですね、ムート打つのが早くなった、大砲、まあちょっと情報、いい話ですね、いい話で、まあ、ムートは僕は逆によく使うっていうか、まあ強い時は結構使うんで、まあ、普通に、まあまあまあ、ありがたい。で、あとナイトですね。ナイトがすごいでかい。ナイトが、ペッカを2発耐えれるようになった。前まで2発でナイトを処理されてたのが、2発までは耐えれるから3発目で多分処理されるようになった話ですね。はい、なんで、まあ、普通に無課金の人とか、ナイトを使ってる人にとってはすごい美味しい、いい話だと思いますね。はい、で、まあ普通にあれですね。ちょっと戻るんですけど、三死の三次死は10コスになったんですけど、マスケ自体は情報されたんですよね。マスケの火力が 3% アップなんで、別に普通にガゴとかは前まで通り2発で処理なんですけど、一つすごい変わったのが、ラバのパピーを、ラバが破裂してから7体か6体ぐらいパピーが出ると思うんですけど、あれ全部一発で処理できるようになりましたね。鬼でかいんですよ。あ、この人、ラバルのハイボロリババザップとかの人かな。で、ラバルじゃなくて、ラバドラドラの人だ。よろしく。そうなんで、まあ、普通にマスケを使ってる人からしたらすっごい美味しい。ただただ美味しい。ただただ自分がデッキが強くなったっていうことですね。まあ、例えば何があるだろう。26だ。2.6 ホグに、あとは天狗とか使ってる、ジャイプリマスケ、ジャイプリマスケ高回転サンスペとか、まあマスケが入ってるデッキがそんなにないからわかんないけど、シンプルに強くなりましたよね、マスケ入りのデッキが。これインドラでバルーンだけ焼かれるとちょっと辛いな。オッケー、それ優秀、ターゲット優秀、オッケー、インドラワンチャン剥がれるしかも、オッケー、なんかね、リガーもあるんですよね。ウィザードだとしかもきついっす。ベビドラで一応インドラを防衛しないと鬼怖いんで、これでウィザードでペギー、はい、ウィザードオブゴッドで、これウィザードを処理してくるんで、それを処理します。あ、え、ちょい、え、うまくね、今のファイブザップは鬼うまい、やばい、今日待って俺のオーブンも溶かされるか、いやー、これで落とされるのは痛いっすね。痛いっすけど、まあ、11状態ですから、相手ベビドラ、インドラだったと思うんすけどね。ガゴ。インドラガゴ。ちょっと、ああ、いるんかい。いたのねっていう。君もいたのねっていうやつですね。まあまあまあ。これは、ロリーババでいいかな。OK。まあ、相手は受けから形作ってきますね。で、こっちからしたら、あのインドラがすごい厄介なんですよね。すごい厄介だから、フリーズを使ってでも処理したいです。てか、ま、使いますね。ここのインドラが、おぉ。これもう無理やりでも、あ、しゃしゃりすぎたかも、さすがに。相手のユニットが溜まるだけです。まあまあまあ、まあ、言うて。言うて相手はここでさすがにラバーを重ねれないでしょう。
重なったら俺だ終わるでしょ。さすがにこれでラファ来られたら終わりますからね。一回相手も受けですね。お互い受けからですね。で、このガゴとか多分相手は延命させてきます。いやー。なるほど。まあでもベビードラス咲いた。なるほど。まあ。そうですよね。これどうにか防衛したいです。多分今5を咲いたんで、僕はウィザード。ディガ飛んできたとこれもフリーズで、どうにか頑張って防衛します。あー、ウィザードいけないか。怖いですね。ちょっと待って、これやばい。鬼ミスってる。ここのランバーは鬼ミスってる。けど、せざるを得なかったですね。で、まあ、ウィザードも出して。あー、そんなのロリバブうまい。これフリーズで頑張って止める。いや、いいザップやんけ。ファイボザップ。ファイボロリババザップが相手。やばい。エッチですね。ファイボロリで、しかも墓石がないから、まあ、ワンチャンを狙うならそうなんだけど、これロリババでインドラ逆サイにやって、あー、わかってますね、相手。これガゴ来るから、ベビドラで、いいよ。全ザル全ザル。これ読むでしょ。あー！くそ。いやー。これは、うまいですね。ファイボザップでしっかり対空処理してる。ラバパピー。パピーディガーが鬼厄介ですね。やば。ちょっと、見たくないです。ってことで、ラスティングですね。ラスティング。そう。だから、マップでなぁ。なんだろう、まあ、今ファイボ、今フリーズ環境なのに、今フリーズを使ってない人はシンプルにすごいですし、まあ、逆にそれはそれで、今後ね。今後というか、フリーズ加工されてからは有利に立ち回れますから。そういいんすけど、なんで僕もマスケ使ったデッキっていうの持ってないですからね。まあシンプルにマスケを使ったら強いと思いますね。来シーズンというか。環境変わったら。だから何を使おうかなーってなるんすけど、特に思いつかないですよね。入力を使おうとも思わないし、ロリババザップ。来シーズンすごい悩みですね。フリーズが、カフォーが鬼痛いっすね。これ多分相手ガゴムレの30種だと思いますね。あー、で、こっから、ここでガゴムレ出しますね。ベビドラ頑張って。溶かしてくれ。もう一発押し込め。甘いですね、僕のバルーンは。あー、出た。どんどん付け足しゲーミング。まあ、これがうまいんですけどね。うまいっていうか、本当に。半重視の強みなんですけど。いやー、これはきついですね。勝ちたい。でも、三重視とガゴムレでこっちのバルング処理されちゃうけども、相手は逆に僕のウィザードとか処理できないんで、でって言ったところでなんですけど、で、まあ多分これ三重視展開してきますよね、もう。展開してこないならもうバルーン飛ばしちゃいます、ね、ああなるほど、それはうまいですね。いやーてか俺のウィザード脆いですね。やばい、もう一個捨てざるを得ないまでありますね。ベビドラ間に合わないし、ちょい辛いけど、どうしようかな。まああれですね、本当に三十四今だけだぞってマジで三十四に負けてもお前今だけだぞってちょっと思えるんでね。まあ、気持ち的にはすごい楽ですね。よくない。もう負けたのがすごい悔しいですから、まあ、その悔しさをどうにかごまかすのが今だけだぞっていう。30使ってるの今だけだぞってお前。ちょっとね、思っとくのはすごい大事ですね。まあ、それぐらい軽い気持ちで持っとかないとできないですね。いや、これきつい。絶対真ん中なんか来るでしょ。と思ったけど、この人はキングを狙いに来てます。いやー、でもしかも真ん中アイゴルとかが鬼うまくてさ、全部延命されてるんですよね。お前今だけだぞってこの僕は思ってるんだよ。終わりましたね。いやー、グッドゲーム。本当に。
今だけだぞって、もう僕は今怒ってますから今だけですから、まあ、37がねこんな生き生きしてるの今だけなんで、あと1日ちょっと我慢ですね。あと1日待てばもう37滅ぶんでね。はい、というわけで、いやー、まあ負けちゃいましたけども、言うてなんだろうな、やっぱ今はフリーズがすごい強い。てかフリーズ、僕ババコア3種とかもすごいお気に入りだったんですけど、その辺が使えなくなるのはすごい辛いですね。三重種もフリーズもオワコンしますからね、これ。なんで、まあまた次どんなデッキ入るのか、すごい楽しみですね。ああ、忘れてたけど、クローンもなんか、クローンされるユニットが後ろ側で、クローンユニットが後ろ側に出るみたいな。なんかよくわかんない。ちょっとした修正がありましたね。はい、忘れてた。忘れてました。はい。というわけで、今回はな、こんな感じで終わりにしたいと思いますね。またアップできた後にムート使ったデッキとかいろんなのを紹介できたらいいなと思います。というわけで、ちょい長めだったかもしれないですけど、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。